You're listening to Shibuya Cross FM. どうもこんにちは、ひなきょん、ワンパクラジオ、イエーイ、イエーイ。結構アップだったね、はい、あ、おっと壊しそう。ちょっと力づくなのよ。さあ自己紹介いたします。はい、よろしくお願いいたします。私が AB 型のひなめきききょんです。こんにちは。そして A 型の右ききのひなとです。こんにちは。よいしょ。これなのよ、やっぱひなきょんラジオはね。よろしくお願いいたします。いつも割れまくって見たんですけど、割れまくりでございます。あ、本当ですか。はい、割れまくってました。ちょっとだからね、こうやってきょんにちはいう時は話した方がいいかもしれないですね。そうですね、この辺から次から言うようにしたいです。皆さんすみません、よろしくお願いします、はい。私たちはですね、吉本の芸人の先輩後輩であっておりまして、あと吉本坂46というグループでも活動しております。はい、今日もワンパクに行きたいと思います。よろしくお願いいたします。うー、ワンパク。聞いてない、聞いてない。でもできてたのよ。それがあなたのポテンシャルですから、ね、そのなんか来るだろうなと思ってやってみたんだけど基本的に聞いてないな。すみません、失礼いたしました、はい、ありがとうございます。ちょっとね、今日も観覧がないですから寂しいですけど。本当に寂しいのよ、うん、ね、またね、ようやく観覧開けて、うん、はい、あのお客さんがこうやって見てる状態に慣れ始めた時にまたこのカーテンがシャッとね。そう、いやだからもうまた緊張しちゃうよ。また緊張特にきょんちゃんがもうなんか緊張しちゃうから、緊張しちゃうからさ、こっちは、うん、そうね、なるべくな早くお客さん観覧ね、あの OK にしてほしいですね。いや、そうですね、ちょっとまだ増え続けてますから。増え続けてるね、本当に勘弁してほしいところですけど、本当にね、うん、いや怖いよ、もう怖いよ、うん、本当にちょっと価値観というか、うん、あの以前と脳がちょっと変わりますよね。そうやな、本当にちょっと普通に入ろうと思ったけど、あ、ちょっと人多いなとか考えちゃうもん、うん、すごくね。なんか昨日かな、なんかの記事で見てんけど、はい、今小学生とかも、学校でマスクつけてるらしくて、はい、でなんかそのエピソードはなんか漫画になって書いてあったんですけど、小学生の子がお母さんにちょっと聞いて、今日学校で嬉しいことがあったんだと、はい、ほんなら授業の途中かわからないけど先生が、うん、今から一瞬マスクを取るけど絶対に喋らないでくださいみたいな。先生がですか。そう、先生がマスクを取って喋、らずにみんなで目を合わせてこう笑い合ってくださいみたいな感じで言って、でこうやってニコニコ確認、顔確認して、はい、でマスクしてみたいな。でその子供はすごいみんなの表情がすごく見えてよかったみたいな感じで言って、お母さんが感動したっていう漫画やってんけど、あ、そっかと思って、もうずっと学校ではマスクしてるから友達の顔も半分しか見られへんし。確かにね、うん、すごいな。そうで、なんか給食の時とかも喋ったらあかんねんって、もう黙々と食べるから、あ、その唾とかが飛んじゃう恐れがあるから。だからもうあんまり友達の顔を見る余裕もなかったから、先生がそういう時間作ってくれて嬉しかったみたいな記事見て、へーみたいな。すごい ね、それがもう本当当たり前じゃない感じですもんね今ね、うん、そうそうそう、みんなマスクしてるから、みんなざわちんね。いや、そう、みんなざわちん状態なのよ。状態、ざわちんが前までは浮いてたのにずっとマスクしてるやんみたいな。ざわちん今やり放題だもんね。やり放題よ、うん、すごいわ。いや、すごい大変よね。だから遊んでる時はマスクつけてるってことやろ。しかもこれから梅雨明けて、うん、カンカン天気になってくるじゃないですか、うん、もう暑くてしょうがないよこれ。やばいな。エアリズムのマスク、ひなさんやってたっけ。私はエアリズムはやってないね。あ、やってないのか、うん、いや、あれ涼しいのかなと思って。なんかでもね、涼しいというよりも生地がいいみたいな、肌触りがいいみたいな聞きました、ね、あ、そうなんですね。はい、なんかな、対策取れないとな。そうね、なんかうまいこと暇。あれって熱いん、あのフェイスシールド、透明なやつ。いや、あれ一回僕ロケでさせてもらいましたけど、うん、そこまで熱くはないですけど、やっぱ喋りづらいですね。あー、こもるし、聞こえてるけども声ちっちゃくなってるのかなとか思っちゃう。あ、なるほどね。だからあんま良くないかなとは思いますけどね。そうかそうか。いや、これは厳しいですね。ちょっとね、もうちょっと、まあいつまでか分かんないですけど、辛抱というか、うん、皆さん頑張ってください。透明のマスクとかダメなんですかね。あー、透明でもさ、あるやん、こうかん、それこそなんやろ、イテウォンクラスとかで、はい、調理してる人とかがつけてたさ。あ、なんかこの顎につけるようなやつ。そうそう、顎の、たまにアイドルとかがつけてる、はいはい、顎の透明マスクとかやったらいいんちゃう。あれだったらいいんすかね。多分
あれだったらね、表情とかも見えますからね、うん、普及はしてないのか、じゃあね。そうね、どこに売ってるかがまず毎日つけるもんやしね。いや、怖い世の中ですよ、本当に、はい、ちょっと気をつけていただいて、皆さんもね、ぜひ気をつけていただければと思います。ありがとうございました、また来週。よし、ストップです、ごめんなさい。はい、何ですかね。はい、終われるわけないのよ、これで5分ね、5分で終わりそうだったから今閉めちゃいましたけど、今一段落ついてましたけど、はい、会話が終われないですし、あ、そうですか、曲行くにも早いです。あ、そうです、ね、はい、あとあのひなきょんがあんま世間のことでごちゃごちゃ言うてるのあんまないんで、このアホ二人が。確かに、うん、もう俺らは、うん、もうあれですね、日向さん、何、本当にもうコロナ大変ですよねとかいらないですね。いらん、いらん、もう結構言いましたけど、確かに いらないですね、正直。もう我々はね、知らないでしょ、もう本当にこんなことあったんですよって話だけしとけばいいですもんね、うん、いや、そうそう、そうですよ、本当に。なんかありました？申し訳ないけど、びっくりしちゃったけど、びっくり。まあそれで言ったら、はい、助かります、助かります。あ、本当に助かってた。あの昨日、はい、あのなるビルにご飯ランチ食べに行って、ええ、でそのビルからこう降りてくるときに、なんやろ、サロンとか入ってるビルやってん、脱毛とかさ、はい、美容院とか、はい、こう他のご飯屋さんとかが1階ずつ、はい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 、ちっちゃいビルやねん、うん、でこうやって降りていとったらポーンって1個開いてん、はい、ほんなら多分最近流行ってるヘッドマッサージで人寝かすお店、知らん？ああ、なんか聞いたことありますわ。なんかちょっと話題らしいねんけど、はい、まあ言ったらサラリーマンが仕事の合間に行ってマッサージされてパンってもう落ちるように寝て、へー、でも10分ぐらい寝てすっきりみたいな、へえ、すごい深い眠りに入れるみたいな、多分そういうお店の何店舗かの一つやと思うんだけど、はい、そこがバーンって開いたのよ。ほう、でほんなら結構もう薄暗い真っ暗 で、はい、で受付しか見えんくて、ええ、ほんなら多分それを終わったお客さんが出てきて、うん、まあ、店員さんが入り口まで行って、ございましたっていう時やってんけど、はい、まあマスクもしてるし、あとやっぱ他のお客さんが寝てるからやと思うねんけど、ありがとうございました、あ、なるほどね、またお待ちしておりますって言って、ちょっとちっちゃい、ちっちゃー声、はい、ほんなお客さんも ありがとうございましたちっちゃすぎ、そ、もうちょっと喋っていいやろって思うぐらいマスクしとったからさ、なるほどね、ハスハスしか聞こえんくて、はい、ハスハスハスハーイみたいな、で向こうもあーみたいな雰囲気で会話しててさ、いや、これはもうだから常連しか分かんないでしょうね、きっとね。だからそう、うちはそのうちもだからマスクあってよかったなと思って、もう笑うてもうてたから声ちっちゃーと思って、多分うちコンビやったらネタにしてると思う、声ちっちゃ。あのセルライトスパの大菅さんのネタみたいな、ね、いや、ほんまにそう、赤ちゃんがね起きちゃうからちっちゃく言うみたいな、ね、はい、うわー、俺それ行ってみたいな。そう、あのね、うちも行ってみたいわ、ヘッドスパみたいな。それなんか聞いたことある、一回テレビでなんか見たことあるんだよな、もうこれで、うんうん、このままこうツボ、なんか寝るツボがあるらしいですよね。あ、ね、なんか頭触られると、それでも気持ちよくなってそのまま寝ちゃう。そう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 、うわ、最高だろうな、そんな眠りね。高いんすかね、そういうのって。いや、どれぐらいなんやろ。でもさ、5000円ぐらいでできそうやな、5000円あれば。あ、そんくらいできるのか。あ、もっと安いんか分からん。だってマッサージって安くて3キュッパとかでできるやろ。まあそうっすね、うん、俺も一回渋谷の道玄坂の、うん、本当にまあ俺が話すのが変なマッサージ屋さんに聞こえちゃうかもしれないですけど勘弁して、道玄坂だし、ね、普通のマジで本当に体がちょっと痛すぎて、うんうん、でなんか劇場と劇場の合間で、うん、普通に腰ちょっとプロの方に揉んでほしいなって思って、うん、40分ぐらい、まあ本当いくらぐらいだろう、4000円ぐらいですかね、うんうん、でそれをお試しで入ったんですけど、本当にもうザ、もうのりさんみたいな、おうおうおう、がたいがいいその女性の方で、うもうめちゃくちゃ気持ちいい。でも俺はそこを大金さんっていう方に、おうおう、分かりますよね、社員さんのね、はい、社員さんで女性で大金さんっていう方にご紹介させていただいて、うん、あ、じゃあそうだ、俺 そこ行ってみよう、せっかくだしと思って行ったんですよ、うん、で、めちゃくちゃ気持ちよくて、うん、もう半端ない、もう、うわ、うわ、はぁ、はぁ、すごい気持ちいいんだ、本当に。しかも一番人間がもう負担がかからない最高の状態、この、はいはい、角度とかね、顔がこうやって穴開いてて、はい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 、こうやって手もこう置け、いい感じで置けてあれ最高じゃないですか。最高で、俺は別にめちゃくちゃ気持ちよかったで終わったんですけど、うん、
あの大金さん、うん、あの普通に結構行っててもうすごい疲れ溜まってる時に、うん、もうあの行ったんですって、うん、でそれでもうめちゃくちゃめちゃくちゃツボもうめちゃくちゃ押してもらって、うん、普通にもう気持ちよくなりすぎてこの顔ね、うん、こうやってあでツボ押されすぎてこのままでボーンってゲボ入っちゃったらしいですよ。やばっ何そのオチ。そのままツボ押されすぎて気持ちよくなりすぎちゃってブルーンやばっゲボ入っちゃったってあそこでも行けなくなっちゃったんだよねゲボ入っちゃったからどうやってますよ。そんな人初めて聞いた。穴開いとってよかったな。いや本当ですよマジで。だからツボ押されすぎるのもあんま良くないのかなと思って。揉み返しみたいな早すぎるやろ。揉み返しもうすごい揉み返しじゃ揉み返しかな、うん、本当にもううわってなっちゃってすごい。あと1個キリだったんいいかな、はい、ノリさんみたいな女の人いや本当にノリさんみたいなバビロンのノリさんみたいな女の人は失礼やって。いやバビロンの本当ノリさんみたいなノリっていうのすごいね。ノリさんだったんだもん。ゲストでもねあの出てくれた、はい、ごっついマッチョのキャラですよ。もう本当にの女版もうガタイも良くて、うん、で顔もちょっとノリさんチックで、俺一回ノリさんって話しかけちゃいそうなったもん本当にそんくらい似てる。そうなんだからうわこの人信頼あるなと思ってすんごい気持ちよくて、うん、ぜひ日向さんもねぜひ行ってください、行ってみたい。はかへん程度にね。そこは気持ちよかったマッサージめっちゃ好きやからうちもう凝りやすいから子供の頃から。あそうなんですか、うん、みんな行ってんのかな女性とかって。行ってんちゃう最、はい、うん、なんか言ったらホットペッパーとかで安いのあったりするやん。あーなるほどね、うんうん、そのまたエステとマッサージってのはちょっと違うのか、うん違うけど、でもエステでもゴリゴリ系はあるで行ったことあるけど。はあ、なるほど。うん、めっちゃその優しく撫でるじゃなくてほんまゴリゴリ行くやつ。あ、めっちゃ痛いやつだ。うん、めっちゃ痛いやつ。俺も一回その友達がそのそういうのを開いたからぜひちょっと、うん、まあ宣伝しに来てほしいって言われてじゃあタダでやってよとか言ってあいいよとか言ってくれたんですけどもうめちゃくちゃ痛かったね。もう行きたくない男はあの痛み。あーそうか男の子ね痛み弱いもんね。マジ弱いっす。やっぱ女性はやっぱこれ頑張れば綺麗になれるっていうゴールがあるからいいけどもう手前で止まっちゃう男はもう痛すぎて。うちもそのうち多分遺伝かな。お母さんがすごいねなんかマッサージ行くの好きで、ええ、一回ねバリ島にね、はい、子供の頃連れてってもらったんです、はい、お母さんと、うん私とお姉ちゃんと3人で行ったんかな。ほうでバリ島ってすごい物価が、ま、当時は特に安くて、はい、でお母さんがもう毎日のようにマッサージ行ってたのよ、うんうんうん、でなんか、ね、そのしてる間私はそのお母さんの友達とかとなんか時間潰したりしてて一回お母さんがマッサージされてるところに迎えに行ったのよその友達と一緒に、はい、ほんならお母さんがなんかすごいね庭みたいなところでもうほんま南国の中のマッサージ。うわーめっちゃいいわ最高で、そう、なんやろこういう南国の葉っぱとかの演出がいっぱいかき分けていったら、はい、お母さんが寝転がってほんでいや、ちょっとごめんなさいこんなこと言いたくないですけど俺 AV でしか見たことないのよそれマジでいやほんまのへー。でさらにおもろかったんがそのほんまにそのノリにそっくりの女の人じゃないけど、はい、ガタイのいい、うん、そのバリ島の女の人が、はい、4人がかりでお母さんのことめっちゃマッサージしててこれ何の時間何されてんのみたいな。多分4人でやることによって効率が早く終わるみたいな。まあもちろんそうっすね。そうパッと終わって次ってやる店やって。うわそれ贅沢な時間っすね。そう日本は1人で1時間とかやけど多分15分でもう全身一気にやるみたいなのやってそれがちょっとおもろかってんなお母さんがなんか いろんな女の人にがたい女の人に囲まれてもう女王でしかないですよそれやしなんか改造人間みたいな。なんかだから日向さんがその小さい時にそれ鮮明に覚えてるってことは、うん、あなたも多分大人になったらそうなるのよもっと。えあなたの子供ができたら普通にもうこうやって子供がかき分けてたら日向さんがもうちょっと人数増えてる6人ぐらい6人増えてやられてますよ。あーよう来たなあちょっとそこでパイナップルジュースも飲んだなさみたいな南国ジュース飲ましといて子供にいいなあれ衝撃。そう行きたわ行きたなったバリ島。バリ島いいなマジわ、ね、いいよすごい。しかもねなんかバリ島のなんか伝統のダンスとかもあったりしてなんかそういうのを踊ったりしててで私も一緒に参加してでもあんなん多分ね気
急に踊れって言われて、はい、できひん人はたくさんおると思う。例えばベリーベターの音感リズム感のない男たちとかね。どうぞ。おいたぞ。さあ聴いていただきましたベリーベターで音感リズム感のない男たちでございました。いやございましたじゃなくて、はい、何ですか今の。何なんか急になんかだーだーってなんかこのいやそのキョンがさいつもその話の流れで、はい、いい感じに曲振りをしてくれって言うから。いや言いました確かに言ってますね。もうすごい話の流れでいやもう話の流れすぎましたね。えもう来てコント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 ンなんかもうすごかった平田さん。でも独特で僕は大好きです。やっぱ本当ですか、はい、これ引き続きやっていきたいと。平田さんなんか何やったっていいんだからもう甘やかされております。さあそれではここからはこちらのコーナー参りたいと思います、はい、ハッシュタグ聞いてよひなきょーん。さあ、ということで長えなぁ。長いのよ。え？もうちょっとぶっとしてもらって困るのよ。あ、ほんと？楽しくなっちゃって。あとは、なんか変なポーズばっかりいっぱいしてくれ。あ、そうです。さあすいません。やっぱ音がないと不安になっちゃうんで。ダセーポーズいっぱいしてくれてありがとうございます。はい、こちらのコーナーはですね、ハッシュタグ聞いてよひなきょん、ひらがなで聞いてよひなきょんをつけて、ツイッターで2人にメッセージを送ってくださいと募集しております。はい。今からそちらの方、ランダムに読んでいきたいと思います。じゃあ行かせていただいていいですかね。はい、お願いします。じゃあ行きましょう。フレッツゴイちゃん、はい、ひなちゃん、きょんさん、きょんにちは。きょんにちは。先週から母が少し早めの夏バテになってしまい、うん、夕食に夏野菜やメカブを使うようになりましたと。ほうほうほう。それから私がすごくさっぱりしたご飯にはまってしまい、3日連続で冷やし中華を食べています。お二人はよく食べるご飯のようなのはございますかと。あー、よく食べるご飯、飲み物。俺ね、うん、すごいハマってるやつがあって、うんうんうん、言っていいですか、うん、あのインディアンスのメガネボクロくんから、はい、キムかな、おそらく、はい、キムでいいんでしたっけ、うん、確か、うん、多分ね、キムは放送禁止用語でしたっけ、このはい、あそっか、じゃメガネボクロくんから教えていただいたんですけど、はい、すごく美味しくて、本当にね、あのコンビニ、どこのコンビニかちょっと限定されちゃうかもしれないですけど、うん、行ったらスーパーだったり、あるところのコンビニは多分あると思います、うん、普通にね、あのタイカレーの缶詰があるんですよ、はい、ほう、あ、はいはいはい、はい、タイカレー、ね、で、チキンバターカレーの缶詰とかあるんですけど、うん、あるね、それのタイカレーっていうのがあって、この缶詰がもうめちゃくちゃうまくて、うん、缶詰でこのクオリティ、このスパイシーな感じ楽しめんのっていうぐらいのがあるんですけど、はいはいはい、それの、黄色、はい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 、タイカレーの黄色が、ね、辛さが3なんですよ、うんうん、だから普通に多分3ぐらいがちょうどいいかなと思うんですけど、それに2個
それ2個ね、2個に2個をただ普通にチンして、はい、で万能ネギめっちゃ切って、はい、でそれもバーってぶちまけて、うん、もう好きな量のそうめん茹でてそれつけてくってもう最高。うわうまそう。それ平田さんこれマジ本当やってみてほしい。そうめんしかも。そうめんです。へえやってみよう。これうまいのかなと思ったんですけど、いや、うん、うまってなって。しかもそうめんってちょっとあのめんつゆって俺の中でちょっと食べてる気しないというか、あ、はい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 、そうめんってなんかちょっと物足りない、鼻たまんねーなーっていう感じなんですけど、うん、やっぱカレーにつけてくるんで、うん、カレーつけ麺みたいな感じで、はいはいはい、しかも女性なんかねやっぱその太りやすいじゃないですか、うんうん、だから気にされてる方はぜひこれやってみてほしいです。めっちゃ美味しそう。めっちゃ好きだと思います。いや絶対好き。めっちゃ美味しい。私そのそうめんで言ったら、まあ、そうめんもねそろそろ私のねプランにあんなに取り入れていかないといけないんですけど、はい、夏になったからこの間そうめん買ったところでまだ食べてないんですけど、私あれ好きやねん、あの豆腐のそうめん知らん、コンビニに置いてる、はいはいはい、この丸いカップみたいな、そうほぼ味そうめんやねん豆腐のやつ。へえあれうまいんだ。あれうまいねん。であれにな、納豆と、はい、キムチとあと塩昆布ちょっととごま油垂らしてブワーって混ぜて、言ったらダイエット飯やねんけど、はい、めっちゃうまいねん。え、マジ？なんかダイエットするつもりじゃないのにそれめっちゃ食ってる。へえ。うん、え、俺今度やってみよう。そうそうそう、納豆とキムチと、え、なんかあの豆腐麺って、うん、なんかおつゆみたいなの入ってるじゃないですか。入ってる入ってる。あれ全部抜くんすか？そう、なんかね、蓋ちょっとだけ開けてピーって抜ける。昔はちょっとめんどくさかったけど今めっちゃ簡単やねん、はいはいはい、普通に簡単に水切って、はい、で、めんつゆみたいなのも入ってるから、ええ、それ入れて、あ、それも入れて、うん、納豆、キムチ、納豆とキムチで、まああれば塩昆布、塩昆布なくてもいいけど、うん、で、あとごま油、ごま油、そう、あとまああればなんか刻み海苔入れたりとか揚げ玉入れたりとか、その時の好み、うまいんだ、激うま。いや、僕ね、それ食べたことがなくて、うん、行ったら、なんでこんなちょっと疑うかっていうと、はい、ピスタチオのいじちさんが一時期めちゃくちゃダイエット、はいはいはい、してる時期があって、うんうん、もう本当に好きなもん一切食べてなくて、それこそ豆腐そうめんめっちゃ食ったんですよ、はいはい、あーしんどい、やばいやばいやばい、しんどいしんどいしんどい、やばいやばい、お肉これお肉のお肉これお肉肉肉肉肉肉、あーダメだ、まじ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 、あーくそ肉、口癖気になるなみたいな、ずっともう本当、うわ肉食いて肉食いてって言いながら食ってる時期がめっちゃあったんですよ。めっちゃずっと一緒にいる時期あったんで、その時めっちゃ食ってて、いやこれうまくないのかみたいな感覚でずっと見てたんで、まずそうに食べてるとこ見てたからね、はい、いやめっちゃうまい。俺ちょっと買っ、どこ、コンビニいろいろありましたっけ？どこのコンビニにも多分置いてると思う。いやこれめちゃくちゃいいこと聞いたわ。うん、しかもなんか夜食に食べてもなんか悪い気せえへんねん、豆腐やから。なるほど。いや食べないのが一番なのよ。ん、申し訳ないけどペコペコなった時に、うん、おやつにもう、まあ、てんこ盛り入れんねんけどな、キムチとか納豆とかいろいろ。まあその納豆とかも体にいいですからね。そう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 。俺これやってみよう。ダイエット飯って言われてるものやけどめっちゃうまい。へえ。やっぱごま油がな。ごま油ってさ、なんなの？え、ねえ、もううますぎない？うますぎる。すぐなくなんねんけど家にあっても。俺もうすぐ。なんでもごま油かけちゃいますよ。いやそうやねん。でなんか料理作っとったら、え、ごま油ないと完成せえへんやみたいないっぱいあんねん。わかる。スープもそうやし、炒め物もそうやし。はい。ねえ、なんだろう、風味な、すごいよな。ぶっちゃけ言ったらご飯にごま油かけて、うん、塩さーってやって黄身をポチュってやってゴー、うん、体浮いてない今あなた、今体こうなってるもう腹減ってる、もしかしてうん、うまそう。これぜひやってみてください。やってみてください、ぜひ。俺もやってみよう、ひなちゃんのやつ。ぜひぜひ、私も今日のちょっとタイカレーやってみます。ぜひぜひ、タイミングがあったらやってみてください。じゃあちょっとこれを読んでみようと思います。はい。これもちょっと食べ物系ですけれども、アリナさんですね。アリナちゃん。はい。日向さん、きょんさん。どうしよう、どうしました、ごめんなさい。え？違います、ちょっとごめんなさい、もっと手前に笑っとけばよかったんですけど、本当ごめんなさいね、はい、アリナさん。え、ごめんなさい、解決になってないのよ。いや、私が読んだ時になんかきょんが、はい、あうってなんか変なこと言ったんで変なえ、それ思い出したの？え、ごめんな、思い出さないで、そんなこと。変な返事の仕方だなと思ってあのーって言ってました、俺言ってた、あゆーみたいな変な返事の仕方だなと思って、流したけど、なんか自分の中で頭の中で、あう
アウーアウーって言いました。やめてよひなちゃん、やめてよ、すいませんアリナさん、すいませんアリナちゃん、ひなたさん、きょんさん、こんにちは、こんにちは。基本お茶派の私は実は生まれてからまだ一度もあれだけ流行しているタピオカを飲んだことがありません。お二人におすすめしていたもらえたらこれを機に買ってみようと思える気がするので、お二人のおすすめの味などあったらぜひ教えてください。すごくない、タピオカ飲んだことないなんて。アリナちゃん嘘でしょ、あんなにお店できたのに。でもアリナちゃんは本当に、うん、あこれ飲んでみって言ったことをちゃんと多分、うん、本当にもう超優しい子なんで、うん、あのちゃんと飲みます。多分ひなちゃんか俺が言ってくれたこの商品を、うん、本当アリナちゃんの何なの。いや、まあ、アリナちゃんはだってもう本当もう一にもだから本当にもう言ったら友達って言い方おかしいですけど、はいはい、もう僕らの1年目からずっと、ああそういうことね。そのアリナちゃんだよね、すごい来てくれてるアリナちゃんってこと。もう信じられないぐらい量のアリナちゃんですね。へえ。だってアリナちゃんだってこの間のリモートの握手会で、うん、あのあれ1枚10何秒とかじゃないですか。はい、だいたい10秒20秒ぐらいでした。俺の時アリナちゃん 14分ぐらいありましたからね。アリナちゃんまとめ出しで、うん、すごっ、嬉しいよアリナちゃん。じゃあそんないいアリナ、いい子のアリナちゃんにねおすすめのタピオカがあれば。いや、まあ、これはひなちゃんお願いしますよ。そうね、まあそれこそコンビニのタピオカは一旦やめときましょう。 あれはタピオカじゃないこんにゃくなんでね、うん、美味しくないあれ。デビューで言うと何ですかね。その向かいも美味しいよな。俺飲んだことないっすわ。あの一回コーナーで飲んだ。ああ、スパイクさんの時だ。そう。あ、美味しかった。あそこ名前何やったっけ？オレンジのマークのとこっすよね。そう。でも、ちょっとすぐ思いつかないんで、あ、パールレディ有名なんですけど、いろんなところにあるパールレディってところが。系列店でいろいろ出して、それが茶バーっていうのを出してるんですけど、へめっちゃ美味しい。しかも少量やから300円とかで飲めるし、はい、少量やし、なんか苦手やなと思ってもそれぐらいやったら飲めると思うんで、はー、なるほどね。ぜひ茶バーのタピオカ飲んでみてください。茶バー、うん、新宿のザラの地下1階にあんねんけど、はい、よく行くね私は。そこめっちゃ美味しい。俺あのね、これここ、タピオカじゃないんですけど、うん、もう信じられないがハマったドリンクがあって、はい、僕もそれマジで名前忘れたんですけど、ひなちゃんに前言ったかな、どこ、マンゴー入ってて、はい、ココナッツミルク入ってて、うん、あとなんかね桃とかも入ってる、うん、フルーツ、流行ってるね、ココナッツミルクみたいなフレージュースみたいな、はい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 、それが本当美味しくて、なんていうね店か忘れちゃったんだけど、そんなのばっかりやめちゃう。せめて場所とか分かります？場所が新宿かな。あ、はいはいはい、はい、新宿のこれなんか広いのよ、奥地、新宿です。広いのよ。ごめんだけど広すぎるわ。だからさ、うん、でも俺ねタピオカの話に戻っちゃうんだけど、これまさかの、はい、うん、あの俺どこも一緒だと思っちゃうんだけど、これって違う？ちょっと違いますね、やっぱタピオカ、あ、まずいなって思うこともある。あ、マジっすか。なんかタピオカに味がちゃんと入ってなかったりとか、はい、ちょっと炊きすぎやなとか、あとお茶が美味しくないなとかはあります、やっぱ。うん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 、やっぱ安定のゴン茶とかはお茶美味しいし、っていうね、うん、香りがある方が私は好きですね。なるほどね。じゃあゴン茶ってことでいいですか。あ、確かにゴン茶が一番美味しいか。一発目はね、うん、一発目アリナちゃんゴン茶です。ゴン茶、ゴンちゃんに決定します。よろしくお願いします。ゴンちゃんやったら確かに何店舗もあるかもしれないですね。いいですね、本当に。さあ他に気になるものがあれば。すずはちゃん、すずはちゃん、ひらちゃん、きょんちゃん、こんにちは、こんにちは。せっかくの祝日なのに、学校の10時間勉強に来ているので見れません。見れないんかい、はい、見れないんかい。見れないんかい。ひなきょんラジオあることを思い出して、あ、これ、ま、前読んだよね。これ前読んだよね。私もなんかデジャブかと思ってんけど。あれ、これ迷いましたよね。そんなよ。そうだよね。そうよね、うちらが絵描いてる時しか集中できませんみたいな話したの。そうだ、すいません、すいません。遡りすぎたのよ、あなたが。あれ、遡りすぎてる。めっちゃ怖いやん。勘弁してくださいよ。思い出してまだよかったわ。もう。あ、じゃあこれいいんじゃないですか、ひなたさんの質問なんですけど。はい、ももかちゃん。はい。ひなちゃん、きょんさん、こんにちは。こんにちは。私は周りから色彩感覚もなくおしゃれに、尊いと言われるので。疎いじゃないか。あ、疎いか。もう読めません漢字は。私は爆笑されてる。おしゃれに
ちょっと勘弁してよ。読めんの？読めるわ。疎い？疎い。おしゃれに疎い。おしゃれに、疎いと言われるので最近は憧れのひなたちゃんの、ウェア等を参考にさせていただき服を揃えていますと、はい、お二人とも本当におしゃれだなといつも思うのですが、着る服を決める時のポイントなどありますかと。うーん、俺はもうねぶっちゃけ適当です。あ、そう、本当に、うん、へー、もう最近はなんかちょっと一個決めるぞっていう時はなんかちょっと考えたりしますけど、もう基本的にもうこれとこれでいいやっていう感覚ですもん、ね、最近は。私はもうその日一日主役というかこれを着たいっていうのを決めて、はい、あとは天気とかを見ながら行く場所と考えて、うんうんうん、1個決めてからそれに合わせて作っていきますね。なるほどね、うん、やっぱ1個決めてこれにはどう合うかって考えれば、そうそう、だから1個がその1個が決まらんときはめっちゃ時間かかる。はあ、なるほど。あー、もうわからん、決まらん、着たい服ない、今日の気分のやつないとかある、あんなに服いっぱいあるのに。え、今日で言えばどれなんですか、着たい服。今日で言えばこのワンピースなんですけど、はい、こちらが着たくて今日は来たんですよ。え、かわいい。これ今私安田美沙子さんとすごい仲いいんですけど、うん、安田美沙子さんが雑誌ナイロンってわかるかなとコラボして販売したての商品なんです。へえ。そう、それこれを着たくて合わせてきました。え、これは上は普通のワンピースなんですか、ここまで。そう、ワンピース、ワンピース、ノースリーブ。あ、じゃあノースリーブで着れるけど、そう、まあ、ちょっと肌寒いからみたいな。そう、まだ肌寒いからで、わんぱくな靴を合わせるっていう外しですね。外し、はい、これやっぱね、おしゃれのね、うん、やっぱ上級者ってのは外すのよね。外させていただきます、やっぱストレートやっぱ黒の靴とか合わせるのもいいけどかっこよすぎるから、これに黒の靴。なるほどね、はい、ちょっとカジュアル感も出したかったので。素晴らしいね、本当にって感じで決めてるかな。なんかさ、うん、今吉本スナックとか吉本喫茶とかあるじゃないですか、うん、日向さんに聞こうみたいなさ、1時間やったら、うん、あ、確かにね、お洋服のこれ買ったんですけど、うん、なんかこれに合うのってどういうのがいいですかみたいな、でこれとこれ合うと思うよみたいな、あ、なんかね、なんか確かにお客さんもすごく嬉しいんじゃないですかね、お洋服講座みたいなね、うん、女の子も好きですから、ちょっとそんなんもやれたらなと思いますので、はい、ぜひその時参加していただきたいですね、ももかさんにも。あ、僕ももちろん。あ、え、はい、キョンさんもですか。僕と日向さんでやらせていただいて、はい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 、僕は一応ビデオオフでチャチャを入れてくっていう。勘弁してよ。ちょっとそれでそのスタイルでやらせていただければいいですけど、全然嬉しいですね、それね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。とそうします、あと1個ぐらいいきますか。いきましょうかね。時間ありますしね。何がいいかな。じゃあどうぞ、これをいきましょう。伊藤さん、伊藤さん、ひなたちゃん、きょんさん、こんにちは。こんにちは。昨日会社で、人事面接がありまして、はい、今後のキャリアについて聞かれました。私は今の仕事をこなすのに必死で今後どうなりたいという目標を考えられず何も答えられませんでした。考えようと思っても自分と向き合うことが苦手で悩んでいます。だって、はぁ、今後、あ、まあ目標みたいな、むずいな。え、どういうことですか。面接でキャリアについて、だからキャリアについて、キャリアについて、だから、今後のキャリアやから、はい、だから今後の働くビジョンってことですか。そうかな。で、あなたはどういう感じの人になりたいですかみたいなことよ。あ、なるほど。ここでこういうの取得してこういうのなってこうしていきたいですみたいなのがありますかみたいな。確かにね。なんていう方でしたっけ。伊藤さんですね。一番最新のやつですね。伊藤さん、これがね、あ、これね。でも、その無理やったら考えんでもいいと思いますけどね。でもよく芸人にも言うじゃないですか、目標を決めた方が逆算して売れやすいみたいなね。はいはいはい、はい、よく先輩とかにも言われたりもするんですけど、私も苦手です。何、どこ目指してるのとか聞かれたから結構むずいかも。いや、まあそうですね、うん、あれもしたいこれもしたいって夢が多すぎて、はいはいはい、やりたいことも多すぎて、なんか一個これですみたいな、例えば、はい、ユニバースの川瀬の M1 優勝ですみたいな、それだけじゃないことがいっぱいありすぎて、はい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 、っていう。だから別に欲張りなんで、まあ、それはそれでいいですけどね、うん、欲張りなんで決まってないですとかでもいいし、例えばね、
ひなたさんはそのやりたいことがいっぱいあるだけで、うん、こうやってバーっていろんなことの夢を叶えたいとか、もう自由に好きなことやりたいっていう主義じゃないですか、うん、でこの糸さんはもしこれを聞いてくれてるのであれば、今自分がすごく好きなものをまっすぐにそれを愛せたら、私はこういう風になりたいですって言いやすいですもんね、うんうん、だから今現状今あこうやって聞かれた時に、うん、あどうや確かにどうやなんだろうなってなっちゃってるってことですよね、うん、もう素直に言っても可愛いと思うねんけど私。あマジでいいと思います。ちょっと今の仕事がいっぱいいっぱいというか、もう頑張りすぎて考えてませんでしたとかでもいいし、マジでいいと思うよ、うん、本当にこれ頑張ってたらなんかきっとすごくなれると思って今頑張ってますとか、うん、ちょっと可愛げ見せてもいいかもしれないなと思います。すごくふわっと、うん、あなんか嘘ついてるなと思われたら、うんうん、もう超マイナスだからね、うん、この間もね、僕らのこのひなきょんわんぱくラジオについてくれてる丸山くんっていう作家さんがいるんですけども、うんうん、あのほんと素直すぎて、うん、あの打ち合わせがねこれ毎回あるじゃないですか、はい、で楽屋にこうやってポンゴンコンコンと訪れてくれて、すいませんあの今日の企画なんですけどちょっとサボっちゃいました。あんまいないのよサボっちゃいました。サボっちゃいました。報告する人あんまいないのよ。だからもうすがすがしくて、うんうんうん、気持ちよかったじゃないですか、うん、聞いてる子なんかバタバタしとったんかなとか思うしね、はい、だからもう素直になるっていうのが日向さんが言ったように一番いいかもしれないですね、はい、まあただねこう人事報告人事の面接ってもしかしたらその人事の人もさ、はい、次この子をどこの部署に入れよう、いやなんか言ってくれなわからんみたいなあるかもしれないんで、はい、これは嫌とかは言うのはいいかも。あーなるほど。私そのデスクワークだけになるのは嫌ですとか。なるほどね。営業だけはごめんなさいだけど他は何でもやりますとか。はあ、せめてのも言ってくれたらまだいいかもね。確かに、うん、だもちろん一個の特殊能力じゃないですけど、はいはい、一個の自分の強みができてたらマジで強いですよね。うん強い。どこで行くにもパソコンがめちゃくちゃできるのか、うん、コミュニケーション能力が楽しいのか、お酒が飲めるのか、うんうん、これすごくいいと思います、ね、なんかデザインが得意とかでもいいしな、はい、それこそなんかその書類まとめるのが上手とかでも、うん、もうそれが特技になりますから、はい、コピーめっちゃ早いとかでもいいし、あめちゃくちゃいいと思うお茶こうやって渡すのうまいとか、うん、いいねそれでもいいと思う、うん、あのお茶っぱって3回目まで飲めるんですよみたいな、そのお茶に詳しいとかでもいいと思います。いるそれ、それいる薄くない、あこれがもう渋み、これが渋みで、本当は静岡茶とかはこうやってこの薄い感じで楽しんでる方が多いんですよ。はい、ですよって言えますプラスになるそれ。なるほどね、採用ってなるからなりますなります。秘書、社長秘書とかになるかもしれない。だからなんか次もし糸さんでしたっけこれ、はい、糸さんがなんかあのプラスであの聞きたかったら、うん、何を今どういう仕事に就きたいか聞きたいですね。いやそうね、ちょっとそういうのも具体的にあると我々もさらに答えますんで頑張ります、ね、何かあればよろしくお願いいたします。まあでもねこうやってお仕事でね結構頑張ってる人もたくさんいらっしゃると思いますので、はい、たまにはゆっくりしてほしいと思います、はい、これ聞いてラニーノイズでダラダラ
聞いていただきました。ラニーノイズ、いや言うてんのよ私が今ラニーノイズでダラダラでした。ダラダラ、はい、ありがとうございます。さあそれではこちらからまたこちらのこんこちらないこちら何回言うのよ。どちらどちらさんでしょうか。こちらでございます、はい、参りましょう。ひなきょんが気になること調べてみた。さあということでこちらのコーナーはですね、はい、ひなきょんの2人がどうしても気になるという題材を調べて成果や結果をリスナーとひなきょんに聞いていただきます。今回はきょんさんが気になると言っていた世界にいる 超人的な能力者について調べてきました。あ、前回ちょっとね、はい、楽屋でね作家の方 とか、うん、まあ、ひなつさんももちろんいましたけど、はい、どういう人がいるんだろうねみたいな ね話しましたけど、もういきなり今週やってくれるんだね。そうなんです、世界の超人的な能力者ちょっと紹介したいと思います。はい、どんな寒さにも耐えられるアイスマン。ほう、1959年生まれのオランダ人男性ブムホフさんむずいっすね、はい、ブムホフさんはどんな寒さにも耐えられるアイスマンの能力を持っています、はい、彼はその能力を使ったギネス記録を20も保持しており、例えば氷風呂の中に1時間52分も入ることができたり、マイナス10度のキリマンジャロを半ズボンだけで登頂、マイナス20度のフィンランドで 42.195 キロ半ズボンだけで走り切っていますいやいやいや、アホやな。アホだな。え、でも超人っすね。超人やな。これはすごい。氷風呂に1時間52分いや、これすごいっすね。え、もうだバグってるってことやな、すごくない？これって痩せ我慢とこじゃなくて本当に体がそうなってるんですかね。いや、そうちゃう。へえ。でも1時間52分やからってことはちょっとは頑張ってるよな、絶対。あー、まあね、うん、永遠じゃないからさ。確かに永遠じゃないから、うん、あの限界だっていう時は来るってことですよね、うん、いやー、でもこれいや、でもこの能力欲しいですか。うん、待ってください。自分がこの能力、冷たさに強かった人間であれば、はい、まず冬は怖くないですよね。そうですね、怖くない。冬は怖くない、うん、だけなのよね申し訳ないんだけど、はい、うん、申し訳ないけど、いや、冬めっちゃ苦手ですよ、はい、あの本当に着込まなくちゃいけないし、でも着込まなくちゃいけないけれど冬は冬のファッションとかってね、うん、あのやっぱ可愛いコートとかあるじゃないですか。はいはい、わかります。でそれ着らずに半袖半ズボンってことですよね。そうです。あとはどうなの、まあ例えば、うん、もう春夏秋冬関係なく海水浴できる、うん、そうね、ぐらいかな。暑さには強いんかな、どうなのね。いや、どうなんだろう、いらないですこの人はすごいけれどもこの能力はいらない。僕はいらない、ね、日向さん逆にどう。絶対いらないいらない、いらない、いらない。まあ冬寒いの嫌やで、嫌やけど、言ったようにほんまファッション楽しみたいし、確かになんかそういう、はあ寒かったって言ってコート脱ぐとかも好きやから。確かにね、うん、あの芸人としての立場で言えば、はい、まあ言ったら8本ぐらい、普通にテレビ番組に決まりそうですね。そうですね、はい、出れます。うん、それは困らないかなって感じ。うん、まあそうですね、プライベートではいらないかな。次こちら、はい、これいらないです、すいません。はい、人体を透視するレントゲンガール。え、1987年生まれのロシア人女性ナターシャ・デムキナさんは X 線のように人体の体の中にある臓器の動きが見えるという能力を持っています。10歳の頃周りに疑われた彼女はその能力が確かかどうかを証明するため地元の病院で検査をし、実際に患者の病院の病気の原因を言い当てました。はぁ、すごいな。どう見えてんのやろ。洋服もじゃあ妨げられて見れるってことですかね、うん、体がなのかな。それともその真っ裸の状態の方のその全部の臓器を見れるってことですかね。それでもすごいけどね、まあ、筋肉とか多少あるやん。
あ、そうですね。でもだから心臓でちょっと動いてる動きとか全部でもその病気の原因までわかるから透けて見えるってことの悪い。これってだからさ、その本当にこういう人ってやっぱいるんすね。ね、世界で、うん、あ、でもこれは一個、もしこの能力小さい時からあったら、もう行ったらもう本当にお医者さんだとか、うん、そういった部分で活躍できそうなんで、うん、あとまあ行ったらこれその洋服のそのな、うつのなんつんだろう、洋服の内側も見れるんですかね、はい、その裸が見れるかってことですか。まあわかんないですけど、日向さんがそういうのであればわかんないけどね。でも、コメント来ております、はい、X 線のようになので裸が見えるとかではないです。だから見えすぎるのよ。いらないです。え、おっぱいお尻が見えるとかじゃないのよ。いらないです。内臓が見える。いやあ、怖い、いらないですぐにょぐにょしてるやつでしょ、内臓、はい、大丈夫です、いらないで す, です申し訳ない、すいません、申し訳ないけどいらないですね。じゃあこちらどうでしょう、うん、一度見たものを忘れない写真記憶能力。これよ。1974年生まれ、若いですね、まあまあ、イギリス人男性スティーブン・ウィルシャーさんは写真記憶という能力を持っており、一度見たものを脳にまるで写真のように記憶をし、正確に絵に描くことができます。それを証明するために、はあ、ヘリコプターでロンドン上空を回った後に、ロンドン中心部全体を絵にしてみせましたそして彼は能力を生かして建築画家として世界中で人気の画家の一人となりました。すごいな。めっちゃいい。これめっちゃ欲しいわ、うち。これめっちゃ欲しい。お、写真記憶能力って言ってますけど、うん、まあ、純粋に写真以外でももう言ったら記憶力めっちゃあるってことですよね。そうそうそう。じゃあすれ違った人、すれ違った人めっちゃ覚えられるみたいなこと。覚えられる。うちほんま前言ったけど、そのスーツっていうドラマ見てるって言ってたけど、はいはいはい、それに出てくるその中島裕翔くんがやってる役がこれ持ってるわ、能力。あ、なるほどね、ま、そのドラマでは賢すぎてってやつやけど、一、はい、回読んだやつをもう一言一句全部覚えれるみたいなやつやねんけど、写真とか名札の名前とか。へえ。でもこういうことよな。これは欲しいな。これ欲しい。言ったらネタ台本だったり、うん、あとね、舞台のこの台本だったりも、はい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 、はいはいはい、覚えました、オッケー、芸人行きましょうってことでしょ。いや、そうよ。最高じゃん。最高。あとなんだろうな、今現状自分たちのこの生活でこの能力がついたら何に役立つんだろうな、うん、なんやろ。ただ、あ、嫌な思い出も忘れることができない可能性もあります。わー、そっか。はい。うわー、それはあります。でも嫌な思い出って申し訳ないんだけど、うん、やっぱりもう残っちゃうじゃない。そうね、これこの能力がなかったとしても、ね、うん、うーん、まあこれちょっとキープだな。でも俺この能力、うちはこれめっちゃ欲しいな。しんどいか。でもどうなんすかね、これ脳がどうなっちゃうんだろう。いっぱいな、そんだけデータが入るってことやもんな、はい、いるのかな。いやでもこれいるな。いるよ。あった、あ、なぞ、何に越したことないよ。このアイスマンとかマジでさ、あったとてやけど。あー、写真記憶能力は、これは確かにこの日常生活でいきそうっすよね。そうね、これにおいては、うん、うん、でもな、面白いのはやっぱアイスマンだよな。そうやな、しょうもない能力。日向さんにアイスマンあったら最高っすね。いや、おもろすぎるやろそんなの。ぜひインスタライブやってくださいよ。アイス、寒空の下で。寒空の下で。あとな、こうアイスマンの人な、何がすごいってな、 42.195キロ走ったりとかさ、キリマンジャロ登ったりとかさ、その能力関係なく体力あんねん、めっちゃ確かに、ね、頑張ってはんのがすごいのよ。確かにな、うん、体ガチガチに。さあ、ということで残りあと1分ということで。え、あ、びっくりした全然時計見てなかったわ俺。そうなんです、ちょっと興味深い話もございました。他にもちょっと簡単に言いたいと思います。F 分の1、揺らぎの声の持ち主、人間を心地よく感じる周波数や音の波、これを持った、アーティストがいると。美空ひばりさんや宇多田ヒカルさんなど。歌が上手い方ね。はい、そうですね、うん、徳永秀明さんとか尾崎豊もそうですね。そしてショートスリーパ ー, ー、ね、平均7から9時間やけど、ちょっとの時間でも OK。 明石家さんまさん、レオナルド・ダ・ヴィンチ、トーマス・エジソン、
モーツァルト、野口英世、小田栄一郎、あと、村淳之介、ね、村淳之介入ってないです。はい、村淳之介は入らないです。もうショートスリーパーでございました。ひなきゃんラジオでした。バイバイ。村淳之介で終わったよ。